どっちだ。そんな、おびき出されたか。待って、はい、ここからもう新展開だね。はい、イケモです。今日はこちらのホラーゲームをプレイさせていただきたいと思います。オン、デキ。はい、前にさ体験版プレイさせてもらったんだけど、ついに、フル版がリリースされました。はい、どういうゲームかっていうと、前もねちょっと言ったんだけど、主人公がね山奥の廃村に、まあ、とあることで迷い込んでしまって、まあ、そこでいろいろたたりというか呪いというか、なんかやばいところに来ちゃったぞみたいなねゲームです。ということで早速やっていきましょう。初めから、体験版と序盤は一緒なのかな。うん、バス、それはさまざまな人生が交錯する出会いと別れの場。それぞれの人生を背負った人々が同時に乗り合わせる。発車します。オーライ。人が触れ合うことで生まれる喜び、悲しみ、怒り。俺は家族と喧嘩したりして嫌な気持ちの時、こうしてあてもなくバスに乗り、乗客を眺めて気分転換するのが習慣になっていた。うん、あー、私はあの手前のツインテールの子がお気に入りです。なんだ。それは血のつく雨がけぶる午後、俺は宿命を背負う少女と出会った。衝突音がね、ちょっと凄まじさを物語ってるよね。一体何が起こったんだ。ああ、嘘だろ。おい、まさか落ちた、あの高さから。うん、これじゃ他の人はもう。落ち着け、落ち着け。携帯は、ダメだ、壊れてる。くそ、寒い。せめて、雨が当たらないところに移動しないと。はい、では、やっていきましょう。くそ、ひどい泥だな。ああ、はい。ここね、この先立ち入るべからず。ああ、また驚いちゃった。体験版で同じ体験したのに。凍えそうな寒さだ。うん、ここはとにかく雨宿りしなきゃ。さあ来たぞ、怪しげな村に。疲れた、目がかすむ。はい、はい、走れるようになりました。じゃあもうね、一回やってるところまではサクサクっと進めていきたいね。はい、どいてくれ。なんだ。あんたどこかで。そうか、同じバスに乗ってたな。な、携帯が壊れてるんだ。もし携帯持ってるなら、代わりに外部へ連絡を。それどころじゃない、早くどけ。ここはまずい。あいつが。来る、あいつが。あいつ、あー、いらっしゃった。ここは、これは死体。俺、夢でも見てるのか。さあ、なんか書いてある。運命を受け入れろ。さあ、行くぞ。わあ。さあ、ここはどこだ。さっきの建物の中？なんでこんなところに。さあ、やっていきますか。あ、もう知ってるのよ、ここがセーブ場所だって。じゃあちょっとセーブするね。はい、オッケー。じゃあ、行きますよ。もうね、知ってるから、ここら辺はもうね。わあ、こんなあったっけ。ジーブ書き父よ、我らを救い導きたまえ。
この人めっちゃいい、なんか今映えてる写りしてたよね。カメラ目線的な。はい。ある記者の記録見ます。あれから何日経っただろうか。さまようばかりで出口にたどり着けない。くそ、ここでこのまま死ぬのか。三流週刊誌と契約なんかしなければよかった。オカルトなんてまっぴらだ。俺はもっと社会派の偉大な記者として称賛されるべきなんだ。手帳のそばに血濡れた書類、週刊ネーム、ザ衝撃ミステリー、いけねえ伝説のある行ってはいけない村に潜入。この記者さんはどうしているんだろう今。どこら辺をし、あーごめんね、今間違ってん、あごめんね、まだねちょっとよく分かってなくてボタン間違っちゃう。鍵がかかっている。ないあれあれ、こんなんだった、こんなに突進してきたっけ。助けて。わ、君は確か同じバスに。私気がついたらここに閉じ込められて出られないんです。助けてください。出られない、鍵がかかってるのか。お願い、他に誰もいないの。はい、じゃあ鍵を。うわ、あれあれあれ、違う、もうすでにちょっと違う、ちょっと違うよ。こんななかったもん、こんなの。うわー、油断できないな。あー、やめて。向こう側から施錠、この缶だね、さっき。はい、はい、入って。ゴキブリ、あー閉まる、そうだ閉まるんだった。なんでだろう、なんかもう一回やってるのにびっくりしちゃうっていうね。はい、この壁紙、奥に何かあるぞ、剥がす。これは行こう。ウィー、ひどい、ミイラ化してる。はい、遺体の物元に古びた紙見ます。裏切り者は一門にあらず、死して償い初めて許される。これはおそらくここで何か恐ろしい企みがなされ、裏切りが起こったんだ。それでこんなことに。この屋敷は一体何なんだ。あ、鍵、はい、座敷牢の鍵。はい、では、うわわわわわわ、はいはい、はい、怖い、怖い、怖い、なんかもう怖い、怖い、開けよう、まず、はい、あ、そうだそうだ、はい、はい、鍵を開けた、大丈夫か、あ、ありがとうございます、無事でよかった、それにしてもなぜこんな場所に、わからない、わからないです。バスが落ちた後、気がついたらここに。誰にも見られてませんか。何、他に誰かいるのか。一体何があったんだ。今すぐ逃げないと、見つかる前に、早く。ああ、待って、だから一緒に行こうって。何なんだ一体。どこへ行くんだ。安全な場所、出口です。あ、え、なんか足音した気がするけど。あー、はい、ここね。あー、引っかかって、引っかかって、ここです、このピアノの先。待ってくれよ、その前にちゃんと話してくれ。ごめんなさい突然、でも話せることなんて何も、私もわからないんです、何がなんだか。そうか、俺、周一って言うんだ。君は？私は、柏葉春菜です。かわいい。はい。この先が出口だと言ってたけど、どうして知ってるんだ？連れてこられた時の記憶がかすかにあって、覚えてるんです。今も誰かの視線を感じる。なんだか妙な感じがします。早く逃げないと。わかった。こんなところ早く出たいのは俺も一緒だ。一緒にここを脱出しよう。このピアノも二人で協力すれば。はい。じゃあ私がこっちを。はい。さあ。よし。俺が反対側を持つよ。はい。あれ？はい。じゃあ行こう。行くぞ。
せーの、うん、はい、動いた。いいぞ、これで出られる。はい、じゃあ行こう。ここはこの先です。早く。あ、もうなんか怖い。確かあっち、なんだろう、一回やったはずなのに、それでもちょっと怖い。こっち、こっちです。はい、そうだ、この部屋覚えてる。確かこの先。うーん、鍵がかかってる。知ってた。鍵を探すしかない。なんて呼べばいいかな。そのまま春菜でいいですよ。私はなんて。なら俺も呼び捨てでいいよ。友達はシュウって呼ぶけどね。じゃあシュウくん、鍵を探しましょう。そうだね、春菜はここを探してくれる。俺は他の部屋を調べてみる。うん、うん、分かった。気をつけてね。さあ、あれ、あれ、もう違くない？あれ、こんな、あれ、逃げられないようにもみじの鍵は飾り箱に保管せよ。こんなのなかった。ちょっとやっぱ違うんだね。あー、やれやれ。はいはい、ある風緑な男の手記。体験版っても思ったけど、風緑ってはい、あの屋根の上にあるやつでしょ。うん、近頃感じる妙な視線、それに寒気。村長は俺の気にしすぎだという。そう思いたいが、やっていることがことだけにやはり気になる。しかし今更やめられない。我々が生き延びるためにも。それに連れてくるのが若い娘ばかりで、おこぼれに預かれるのもたまらない。うん、そうそう、なんかね、なんでその他のさ、男の人とかはね、殺されて井戸に投げ込まれてたっぽいのに、春菜ちゃんだけああいう風に生かされてたのっていうのを怪しんでたんだよね。はい、うん、鍵かかってると。はいはい、行くよ。内鍵を開けた。あれ、あれ、もう変わってるぞ。ブリキ缶中に入ってる何か。はい、丸められた紙、固くて開けそうにない。うん、中に何か入ってるな。クソ、固くて開けない。あれ、ここ、あ、ここ、ここに出るんだ。え、あれ、ちょっと変わってるかな。はい、じゃあここに戻ってセーブをして、はい、あ、ごめん、間違った。で、ここよ、ここの固くて開けないっていう紙をなぜだか燃やすっていうね。燃やした。うん、中に何か入ってる。はい、地下への扉の鍵。じゃあさっきのところに戻りましょう。ごめんね、ボタン間違っちゃう。はい、おっとっとっと、あ、ここじゃなくて、こっちから、こっちから行った方が近そうだった。はい、ここ、ふう、で、ここだ。鍵かかってる。はい、使います。アイテム、これかな。古びた鍵。はい、鍵を開けた。ここ、セーブ場所だから。はい、セーブ。あー、ごめん、セーブしてない。はい、よいしょ。あれ、あれ、ちょっと違う体験版と。はい、ピースを入手。違う、ちょっと。あー、一緒だった、ごめんなさい、違ってない。なんだ、野良犬か。一体どこから。随分人に慣れてるな。なんで2回目なのにこんなに私は驚いてるんだろう。ついてくるのか、仕方ないな。はい、私はこの子にね、パクチーと名付けたのよ。この心細い一人での探索、パクチーがいればもう怖いものなんてない。シュウくん、ハルナ、どうした、何か見つかった。ごめんね、そうじゃないんだけど、ちょっと心細くて。あー、この子どうしたの。ついてきちゃって、どうも野良犬らしい。おいで。パクチー取らないでよ、体験版でも言ったけど。迷い込んじゃったの、かわいそうに。私預かろうか。いいいいいい、私と一緒に行くの、パクチーは。そうだね、頼むよ。一人より安全だし。俺はもうちょっとこの辺りを探すから。
わかった。シュウ君気をつけてね。あ、また取られた。パクチーすぐ取られる。あ、もう、はい。で、これを使おう。ピース。はい。飾り箱を開けたと。もみじの鍵。オッケー。さあ、これで。アルナ、パクチー返して。あ、シュウ君何か見つけた？うん。見つけたよ。ほら、これ。うん、もみじの鍵をはるなに渡した。ほんとだ、扉と同じ模様。しゅうくんきっとこれだよ。とにかく試してみよう。うん、開いた。あ、急にどうしたんだ。やっぱさ、丸められた鍵を火で燃やす前にさ、春菜に話しかけたら、これ見つけたのって言って、キャーって言ったよ。マッチをもらって何にも役に立たなかったっていうくだりがあるんだけど、話しかけなかったからマッチくれなかったね。マッチは結局使わないのかな。はい、これは春菜の手記。うん、またあの子たちに嫌がらせを受けた。目立つ茶髪が気に入らないとか、男子に色目を使っているとか言われる。髪色はお母さん譲りで生まれつきだし、色目なんて使ったことはない。なんでこんな目に遭うんだろう。私何か悪いところがあるんだろうか。人に迷惑をかけた記憶はないし、そんなに目立とうとしてるわけでもないのに。ついに次の登校日までに髪を染めてこいと言われる。嫌だと言えばエスカレートするだけだ。涙が止まらない。生きるのが辛くてたまらない。いっそ死んでしまえたらと思うけれど、私が死んだらお父さんが。本当に辛い気持ちになった時、私はいつもお母さんのお墓に行く。お母さんに話を聞いてもらえば、きっとまた生きる勇気が湧いてくるはずだ。春菜。うん、でここに、はい、イチョウっぽい鍵が入ってるんだよね。うん、でね、針金が巻かれてると。はい、あ、うん、古い電話機。はい、繋がってない。うん、クソ、助けを呼べればと思ったんだけど。はい、ここになぜかあるニッパー。ニッパーを入手。はい、あ、間違った、ごめんね。開かない。そう、使わないとダメなんだった、ニッパ。うん、針金を切断。イチョウの鍵、はい、入手。あー、あれ、こんな演出あったっけ。あったかな。あれ、あ、そうか、ここの部屋もあったね。うん、はい、この絵はここの住人が描いたのか。女性の絵ばかりだ。うん、何の音ですか？何の音ですか？はい、セーブ。ふう、あー、鳴ってる鳴ってる。無視していく？無視していく？はい。あ、体験版の時より私聞き取れたかもしれない。春菜の声とも違う。何なんだ一体。うん。助けてって言ってた気がした。うん、はい、イチョウの模様使おう。はい、アイテム、イチョウの鍵。鍵を開けた。さあ、あ、あー、はるな、で、こっちよ。あー、はるななのか。バリバリ怪しいんだよね、この早く急いで、なんで消えるのみたいな。これは幻覚か。うん、はい、じゃあセーブします。さあ行こう。これはだからさ、裏切り者がこうされるところに春菜ちゃんは置かれてるんだよね。うん、春菜大丈夫か。気絶してる。
なんだ、誰かいるのか。動けない。ああ、勝手に動いちゃった。一回やってるからなんてことはない。一回やってるから、あ、どこだっけ、どこだっけ。あ、そう、大丈夫、一回やってるから、こっちだっけふわ、このね、水で全然走れないのよ。大丈夫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 。そしてここ入って、入って、ロッカーから出ます。ふうで、ここが、通れるようになってると。行きましょう。で、ハルナのところに。ハルナ、ハルナ、ハルナ、困ったな、起きそうにないぞ。仕方ない、よっと、行こう、ここは危険だ。早くどこか安全な場所へ。はい、あ、行けなくなってた。こっちに行けるようになってる。ああ、なんかコン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 、ドア叩い、窓叩いてなかった今。外だ、これでやっと。はい、ふう、閉まってるそうなの、出れないのよ。乗り越えようよ。このバイオハザードのような音楽、ここまで来れば大丈夫だろう。バイオハザードのセーブ場所のような安心感感じる音楽。よいしょ、ハルナ、ハルナ、うん、起きそうにないな。あ、なんだ、うん、はい、セーブ、はい、行きます。行くよ。ああ、さっきの犬だ、パクチー。この赤いスカーフ間違いない。だから幽霊だったってことなんのかな。だってもう白骨化してるもんね。なんか今この瞬間やられたとかじゃなくてさ、うん、あいつがいるのか。え、それとも今やられたの、今やられたのかな。そしてこうなったのかな。ワンワンワンってやられた時、吠えてた時にもうやられたってことなのかな。ああ、こんなのなかった、こんなのなかった、こんなのなかった。いやいやいや、待って、どっちだ。そんな、おびき出されたか。待って、はい、ここからもう新展開だね。はあ、ここからもう本当に、初見プレイです。はい、どあ、おい、こっちだ、誰、どうやって、おー、ありがとう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 。あ、待って、水、そうだ、水の下から来るんだもん。待って待って、春菜は、春菜、牙、あ、はい、入る、二人入れる。新キャラな。そして春菜いなくなってたよ、行ったか、うん、ふう、助かった、ギリギリだったな。助けてくれてありがとう。あんたは、おいおい、年上に向かって、あんたはないだろ。俺は木場健介。あ、コバだった、ごめんなさい。あ、結構若い大人かと思ったら。お前は、周一、周一、お前もここに閉じ込められた口か。そうさ、俺とそこに寝ている子が、春菜が、春菜がいない。大声を出すな、あいつに戻ってきてほしいのか。でも落ち着け、まず落ち着いて、これまであったことを話してみろ。待って、パクチーの前例があるから、コバもちょっと
なるほど、バスの事故ね。そういえば夕方くらいに大きい音がした。きっとあいつ、春菜を連れて行ったんだ。なんでそう思う？もしかしたらその女の子はもう。いや、春菜は生きてるはずだ。春菜は最初、閉じ込められてた。さっきも気絶してたけど、生きてた。あいつがわざわざ俺たちを追いかけてきたのはきっと、春菜を生きたまま連れて行くつもりだからだ。この配送のどこかに。話は分かった。筋は通っているし、うなずける部分もある。でも慌てればかえって自分の首を絞めることになるぜ。仮にその子を助け出したとしよう。その後どうするつもりだ？脱出できなければ何の意味もないだろ。分かったよ。何か当てがあるの？まだ確証は持てないけどな。これを見てくれ。は、曲がった間っぽい。これは？おっと、丁重に扱えよ。これは俺たちの生命線なんだから。建物と建物の間にでっかい門があるのを見たか？うん、閉まってた。鍵がかかってて開かないと思うが、その門のくぼみにこれがぴったりはまるのさ。だがどうやら2つ必要らしい。1つでは開かなかった。なるほど、これがもう1個いるんだね。そうだ、まず脱出手段を確保、それから女の子を救出。この段取りで行こう。分かったか、周一。オッケー、行こう。で、一緒にだから行こうって。もうどうしてみんな。じゃあ、待って、一緒に行こうよ。あれは、あ、さっきの、あーもう、やつは危険だ。あの化け物を呼び寄せる。一回まずい。こっちだ、ついてこい。ああ。はい、じゃあちょっと。ああ、怖い怖い怖い。セーブセーブ、その下に。なんてこった。板が腐ってやがる。スマッシュ打ち登れるか。無理じゃないかな。ええー。小葉さん、無理だ。先に行ってくれ。そんなわけには。大丈夫さ。きっと合流する。そうか、わかった。くれぐれも気をつけろよ。死んでたまるか。春菜を助けて一緒にここを出るんだ。あーといった心でセーブしよう。はい。いやー、はい、新展開だねといった感じでやっていこうか。